バンドーマリコ、バンドーマリコは、日本の評論家、元官僚、第五大学校法人昭和女子大学理事長、総長、朝日生命保険総合会社役員、社団法人農産漁村女性、生活活動支援協会会長、富山県出身、富山県立富山中部高等学校を経て、東京大学文学部心理学科卒業後の1969年に、 総理府採用。1975年総理府、婦人問題担当室が発足したとき、最年少の担当官として参加。1978年に日本初の婦人白書の執筆を担当した。1980年により、ハーバード大学へ留学。統計局消費統計課長、埼玉県副知事、在郷州ブリスベン総領事。 総理府男女とも同参画室長、内閣府男女共同参画局長等を経て2003年に退官。キャリアの多くにおいて女性政策に携わり、その立案をリードした。2003年の埼玉県知事選挙に出馬するが落選。以後、昭和女子大学教授、副学長、女性文化研究所長を経て、同大大八大学長に就任。 2016年から平尾工事の公認として、第5大学校法人昭和女子大学理事長を務める。2006年9月15日、女性の品格を上司。同書は、仕事から私生活に至るまで、女性としての振る舞い方をエッセイ風に解いた書物。2007年夏には、大ブームを巻き起こし、当伴発表の2007年年間ベストセラー総合1位を記録した。 翌年3月までに累計300万部を超えるベストセラーとなった、他多数、菅原真理子名義のものを含む、ありがとうございます。